水木ちゃん、忘れてないと思うけど、ソムニウム内の滞在時間は6分が限界だからね。分かってる。それまでに戻ってくるから。オッケー、じゃあ始めるよ。お願いします。お、アイオエンだね。ダイアリー、日記がある。新クソモニウムパワー、時給アップ。美少女魔法使いアイボー参上。なんか始まった。始まりましたね。月にカワハギ、お仕置きよ。お仕置きえぐくない？ちなみに美少女魔法使いの必殺技は何？気になりますね。必要に正中線を殴る。何その青年誌の喧嘩漫画みたいなやり方。相棒、あれって似ているな。さっきウィンクシンクで見たホラドリに。ページが変わってしまった。青ずきんちゃんって書いてるね。あの絵本に秘密がありそうだね。ああ、早速調べてみよう。ソムニウムスキャン開始。さあ、ということで、絆が継ぐんだ。秘密を明かせ。さて、一回マップ見ようか。ホラドリさん見つけて、正中線、五段突きとか、そんな感じですかね。とりあえず本行こっか。巨大な絵本。巨大な絵本だな。まあ、気になりますもんね。キズナッチが絵本や童話が好きっていうのは聞いたことあるけど、その気持ちの表れなのかな。調べがいがありそうだな。さあ、読んで、ページをめくって、閉じて。読んでかな。何か書いてあるね。読んでみて。青ずきんちゃん。これがタイトルか。赤じゃないんだ。その下にはこう書いてある。女の子は森の中で狼に追いかけられてしまいました。お、絵が足されたぞ。絵が足された。これが青ずきんちゃん。ん、何あれ。あ、なんだ、何か落ちてきたぞ。もしかしてあれが青ずきん？狼がやられたのか。何か出てきた。調べてみよう。おー、吸いましたね。また日記帳を見つけてっていう感じかな。ダイアリー？何か書いてある？ああ、日記というより、あの巨大な絵本の続きのようだ。読み上げよう。現れたのは、青い頭巾をかぶった子供でした。青頭巾は勇ましく腕を突き上げ、狼を追い払ってくれたのです。女の子がお礼を言うと、青頭巾はふんと鼻を鳴らしました。腰を抜かしたの？間抜けだね。青ずきんの言葉は失礼でしたが、女の子は優しい人だとニコニコ笑いました。青ずきんすごいな、なかなか。そして青ずきんは立てなくなった女の子をおぶって
お家へと連れて帰ってくれました。お家に着いた二人は驚きました。なんと青ずきんはその日から女の子の家族になる人だったのです。超展開すぎる。なんて素敵な出会いなんでしょう。これからよろしくね、お姉様。女の子が手を取ると青ずきんは変な顔をしてみせました。照れ隠しだったのかもしれません。それでも最後にはよろしくとうなずいてくれたのでした。ただちょっとつながりありそうなお話でもあるよね。お姉様は昔から勇ましい方だった。懐かしいですね。さあ、青ずきんの物語を読んだ。さあ、次は甘いお菓子に囲まれて。お姉様ってキズナッチがよく話してるあの人のことだよね。ああ、おそらく昔犬に追いかけられたキズナをお姉様が助けたことがあるんだろう。それが青ずきんの物語として表現されていたってわけだ。どうやらあの絵本には絆の思い出が記されているようだな。絵本に何か変化があったみたい。行ってみて。お菓子の森、文章が追加されているな。結構いろんな童話が混ざってるのかな。仲良くなった二人は一緒に森へ出かけました。やっぱそうだよね、ま、ヒンゼルとグレーテル的な。さあ見ましょう。ハンナとグレーテル。巨大な絵本だ。さっきとは違う絵が描かれている。ページを破いて読んで読みますか。どうしよっかな。タイミー使おうかな。使うか。今度はハンナとグレーテル。知ってるタイトルとまた少しだけ違うけど、その下にはハンナとグレーテルは森の中でお菓子の家を見つけました。あれ、お菓子の家じゃなくて魔女が出た。瑞希、あっちにも魔女っぽいものが。魔女かな。なんだか他にもいろいろ出てきたみたい。調べてみよう。さてと、どうしようかな。ジャングルジム登って。何かあるな。なんかありますね。集める的な感じかな。なんだこの紙、何か書いてある。熱々炎魔法モカホエのサオーレ。熱々炎魔法、何かの役に立つのかな。とりあえずいろいろ調べちゃって良さそうだね、この感じだと。魔女のキャンドル。これはキャンドルだな。魔女の形をしている。なんか怪しいな。さあ調べて。モカホエのサオーレ、やっちゃいますか。キャンドルといえばやっぱり串に刺して丸焼きだよね。いや、バーベキューかよ。普通に火をつけるぞ。熱々炎魔法モカホエのサオーレ。おお、すげえ、ついた。キャンドルごと消えたな。相棒見て、あの絵本の魔女も変わりましたね。おかしい。魔女のキャンドルとこの絵が連動してたんだ。その魔女は消えて無事お菓子にありつけたということか。ん、あそこに何か出てきたぞ。クッキーですかね。行ってみよう。食べる的な。ちょっと欠けてるというか、かじった跡があるというか、残り5分を切ったわ。そういう感じだよね。
ってなると多分食べるのかな。大きなチョコチップクッキーだ。3日分くらいのカロリーがありそう。3日分くらいのカロリー。さあ全力で投げて食べてシェアしてムカフエノサウレ。よし食べよう。あの絵本のクッキーって食べかけだったよね。これも同じように食べてみたら。なるほど、また何か変化が起きるかもしれんな。よし、がっつり言ってやろう。お願いします。あうん、歯型でかでか。また本が出てきたな。さあ見ようか。読むぞ。お父様の嘘つき、約束を破るのはこれで何度目でしょう。グレーテルはとうとう涙をこぼしました。お母様が死んでしまってからお父様は働き詰めでした。一緒にいられるのは一日のうちでもほんの少しだけ。お父様はお菓子をたくさんくれましたが、グレーテルはちっとも嬉しくありません。悪さをする魔女がいたらお父様がみんな倒してしまうからね。お父様は昔そう言ってお話を怖がるグレーテルを安心させてくれましたけれど、悪い魔女はグレーテルの中にいたのです。魔女は悲しい気持ちでグレーテルをいっぱいにして、わがままな女の子に変えてしまうのでした。お姉様のハンナはおろおろしてグレーテルを一生懸命慰めてくれますけれど、グレーテルの涙は止まりませんでした。さあ魔女の物語を読んだ。で次はガラスの靴を求めて。今回は父親チエダ・リーチとの思い出か。絆は随分寂しい思いをしていたようだな。気持ちはなんとなくわかるよ。あ、また絵本に変化が。調べてみよう。よし、行きますか。絵本にまた一文追加されている。グレーテルは時が経つのも忘れて泣き続けました。シンデレラ。ん？あの滑り台にも何か起きたみたいだ。巨大な絵本だ。今度はシンデレラだな。さあ読んでシンデレラを調べてひっくり返して。タイトルはシンデレラあった。シンデレラ。その下にはこう書かれている。シンデレラは王子様と夢のような時間を過ごしました。お城と時計。あら、針が。時計の針が落ちた。ただの絵じゃなかったんだ。この短針、何かに使えるか。念のため持っておこう。あとは気になるところはここかな。何かが出たよね。出たというか変化があった。滑り台の時計。この滑り台に設置された時計だ。よく見ると短針がなくなってるな。あ、本当だ。さあ時計を取り外して短針をはめて調べて。タイミーは使うか。短針をはめてで。さっきの短針をはめてっと。うむ、ぴったりだ。お、済みましたね。
日記帳がスライドしてる。こんな大仕掛けがあったとは。絆もああ見えて大胆なところがあるってことじゃないか。そんなイメージないけど、見せてないだけなのかな。また絵本に変化があったみたいだ。お、靴ある。どこから調べよう。靴っぽいやつがある。残り4分くらいよ。この滑り台に設置された時計は。そうだな、一回調べて選んでいいかな。この時計は地面の動きと連動していたようだが、もう動かないようだ。針は随分中途半端な位置で止まっている。11時59分くらい。シンデレラの魔法が解ける1分前。そうか、ちょっと変化あった。この玄関のところ行こうか。やっぱ靴だよね。アイオ園の玄関だな。中にガラスの靴の片側が置いてあるのが見える。扉は閉まっているようだ。鍵がかかってるのかな。あれ待って、今ちょうど瑞希ちゃんの顔グラの頭の辺で隠れちゃって見えないんだけど、目玉あった？ふむ、気のせいかな。4桁の数字を正しく入力すれば開けられるかもしれん。4桁の数字か。しらみつぶししてる時間はないけど。あとよく見るとここにコロンがついているが。ん？それって。さあガラスを割って鍵の番号を入力しよう。ノックして。ちょっと待ってね。やっぱあったよね。よーし。アイオ園の玄関だ。ロックがかかっている。まあおそらく4桁の数字だ。入力します。何を入力すればいい？おそらくね、11時59分1159だと思うんですよ。どうだ？よし、成功だ。よし。やっぱりあの滑り台の時計の時間が気になってたね。マジで調べといてよかった、これ。ガラスの靴だな。右足側しかないが。揃ってないってことに何か意味がありそうだね。ひとまずこれは預かっておこう。で待てよ。あー、そういうことか。多分さ、ライアンが埋めたとこじゃない、これって。龍騎編の時のやつで。そういうことかな。これが合っていればもう片方があるはず。タイムカプセル。これは、あ、タイムカプセルだ。そっか、ここに埋めたんだっけ。タイムカプセル。6年前、ライアンがキズナッチにいきなりプロポーズしたの。婚約指輪の代わりにガラスの靴を持ってね。で、6年経っても気持ちが変わらなければみたいな流れになって、その時が来るまでガラスの靴はここに埋めておくことにしたんだよ。すっかり忘れてたけど、キズナッチはちゃんと覚えてたんだ。じゃあ中に入っているのはその婚約靴というわけか。片方足りないけどね。さあ靴を履いて箱を閉じて靴を中に入れて。中に入れるかな、これ。了解だ。僕のやつ使おう。
さあ、では調べましょう。シンデレラの夢を知ったお姉様は慌て出しました。シンデレラ、もし誰かに愛を告げられても、決してすぐに心を許してはいけないよ。相手を見極められるまで返事をするべきではない。5年か6年くらい待ってみなさい。とても怖い顔をしてシンデレラにそう言い聞かせます。お姉様は世間知らずな妹を心配しているようでした。シンデレラは大げさだと思いましたが、その気持ちが嬉しくてクスクスと笑いました。いつか大切な人ができたら、一番初めにお姉様に紹介しよう。3人で仲良く食事をしたらきっととても楽しいはず。シンデレラにささやかな夢がもう一つ生まれたのでした。あんなに素敵な靴をいただいたのに、私はもう踊れません。優しいあの方にふさわしくない。所詮私はお姫様にはなれない人間だったのです。私はどうしたらいいのでしょうか。お姉様、キズナッチ。さあ、叶わぬ恋の物語を読んだ。さあ、次は風船を割って。あ、12時になった。何この鐘の音。時計が動いたんだ。12時、シンデレラの魔法が解ける時間だ。なんだ。もう何も見たくない、聞きたくない。これ以上見せないで。だが魔法は解けてしまったようだ。もうお姫様ではいられない。それが絆の今の心の状態なのかもしれん。どうする。絆はもう何も見たくないそうだが。辛い思いはさせたくないけど、でも先に進まなきゃ。さあ、ということで、マップかな、3カ所だね。カエルさんも気になるけど、こっちは？あ、風船なんだ。あ、なんかあった。何か書いてある。ああ、ここにも魔法の言葉が書かれている。変身解除魔法、シトンケンヨローヘ。変身解除か。変身したものなんてあったか。もしかしてあれに使えるんじゃないかな。そうか、これであのカエルさんのところに行くのか。3分切ったわよ、水木、注意しなさい。カエルの絵だね。王冠をかぶって。ちょっと引っかかってた今、相棒が。ここ、さっきまで時計があったよな。なんで変わったんだ。何か隠されてる感じがするな。さあ、シトンケンヨローヘ、ムカホエのサオーレ調べて。よし、行くぞ。行きましょう。変身解除魔法、シトンケンヨローヘ。お、これって船の舵。いや、もしかすると糸車の車輪部分かもしれな。糸車。そっか、イバラ姫だからかな。この車輪、周りに1から12までの数字が刻まれているな。まるで時計みたい。
糸車の車輪部分のようだ。さあ、時計回りに回して、反時計回りに回して、時計回りかな。マイナス40のがいいよね、これ。もしこれが時計の代わりなら、またこの世界の時間を進められるかも。つまり、時計回りに回せば、新しい情報が得られるかもしれないと。これでブランコも調べられるようになったな。かわいそうなイバラ姫は悲しみを思い出さないように眠り続けました。ずっとずっと眠り続けて思い出を閉じ込めていました。もう二度と心が痛まないように、もう二度と隠れて泣かないように。なのにどうしていつも起きてしまうの。どうしていつも思い出してしまうの。こんなにも胸が締め付けられるのに、もう誰の心も離したくないのに。さあ、茨で目を覚まさせた。茨の中で。知らなかった、こんなに抱えていたなんて。これ以上は心に強い影響が出そうだが、水木、続けるか。こんな状態で終わらせる方がダメだよ。キズナッチの心に何かが引っかかってるんだ。それを取り除いてあげたい。大切な友達だから。了解だ、私は水木を信じてる。さあ、おそらくブランコかな。座って、絆？ずっと一緒にいてくださると約束したじゃありませんか。これもしかしてお姉さんと離れ離れになる時の。そんな、でも。わかりました。では勝負してくださいますか。私たち昔よく靴飛ばしで競っておりましたでしょ。以前は負けてばかりでしたが、今ならきっと私が勝ったらずっと共にいてください。お願いします。ルールは明快。靴をより遠くへ飛ばした者が勝利となります。あの頃のように3回勝負、先行は私ということでよろしいでしょうか。ああ、勝負だ。さあ、靴飛ばし、絆と靴飛ばしで3回勝負をします。2回以上勝てば靴飛ばし勝利です。ブランコが揺れてる方向に R スティックを入力するとってことは、これアクションかな。自分で操作する系のやつか。ゲージのパワーが溜まっていきます。ゲージのハードル以上のパワーを維持し続けましょう。残り時間が0秒になると自動で靴を飛ばします。溜めたゲージの分飛距離が伸びます。残りました。なんかすごい可愛らしい感じだった。え、強くない？おー、わかった。ただまだパワー貯められそうだね。さすが相棒。お姉様、どうしても私を置いていくのですか？いや、そういうわけでは。
どうする水木。もしかしてこれ勝たない方がいいのかな。やばい、ちょっとガチになってる。すごーい。あ、なんか分かった気がする。はい、よーし。ただ勝っていいんだろうか。やった、分からんが。ナイス、私の身体能力。うー、なんでもう私のこと。どうだ、最大じゃないこれ。よーし、勝ったぞ。ふつさし東京代表実績取れた。喜びすぎじゃない。見ろ水木、めっちゃ喜んでる。私の素晴らしいコントロール。イバルが正解だったんか。絆が見ないように心の奥底に押し込めていた記憶かもしれんな。ホラドリ博士の研究所では非人道的なゲノム編集の実験が行われていました。え、絆が隠していたのはこのことだったのか。これは知恵だ、リーチ。絆の父親の日記帳だ。さあ、感情あふれ出すな。よし、ということでクリアですかね。ありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。